よろしくお願いします。吉田先生のご紹介ありがとうございました。はい、では私の方から質量分析を取り巻くソフトウェアの現状というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。で、所属がトランジットってなってるんですけど、これ私立場的にはフリーランスのソフトウェアエンジニアという立場で、特にどっかの企業とか研究所に所属してるわけではない、フリーのエンジニアで、トランジットっていうのも特に会社作ってるわけじゃないんで、屋号ですね、お店の名前、例えば三河屋とか越後屋みたいなお店の名前になります。で、今回お話しさせていく内容なんですけど、本日の内容なんですけど、質量分析ソフトウェアの傾向ということと、あとソフトウェア開発の傾向はその他という順番なんですけど、今回私15分という限られた時間で、どのようなことをお話しさせていただこうかなと考えたときに、ソフトウェアエンジニア、ソフトウェアを作る側の立場からですね、ソフトウェアについて、特定のこういうソフトウェアを使うとこういう解析ができますよという具体的な話じゃなくて、ソフトウェア全般に対するちょっとざっくりした話をさせていただきたいと思います。で、最初に質量分析ソフトウェアの傾向なんですけど、質量分析には限らないと思うんですけど、いろいろ実験やってデータが出てきて、でそれを解析するってなった時、ソフトウェアの役割っていろいろあると思うんですね。例えばその実験に使う資料とか、あとは出てきたデータの管理、あとは機器の制御ですね、実験に使う機器の制御とか、あとは出てきたデータ、そのデータにどういう情報が隠れているか、どういうことが解析できるかというデータ解析ですね。あとは、ちょっと単純な作業ですね、単純な作業を自動化して、たくさんのやつは、たくさんの、処理をコンピューターに合わせると。で、あとは、データを見やすく表示するといった可視化ですね、こういった役割があると思います。で、それで質量分析もちょっといろいろソフトウェアが出ておりまして、で今回ですね、いろいろ調査してみました。で、ソフトウェア、見てみたのが108個ですね、煩悩と同じ数だけちょっと調査しましたね。最初104個だったんですけど、どうすならというと、すぐ出てきた、その数字、4つもすぐ出てきたんで、本当はもっとあると思います。で、その中で、あれですね、でそのソフトウェアの影響ですね、そのソフトウェアがどんだけその実験とか、そのサイエンスの方に影響を与えるかっていうので、何を指標にしようかなと思った時に、どんだけの論文から引用されてるかっていうのでちょっと規模を測ってみたんですね。3秒もあるかと思うんですけど、一つの指標にはなると思います。でその108個の中から67個が論文見つかりました。でその論文の引用数もちょっといろいろ複雑で、一つのソフトウェアで数論文がある場合もありますし、1個しか出てきてない場合もあるんで、その時は代表論文ですね、ソフトウェア そのホームページ開いてみたら、この論文引用してねみたいなの書いてあるときはその論文の引用数で、そうでないときは複数見てみて、で一番引用数が多いやつの数をちょっと見てきました。でちなみにそのソフトウェアですね、ソフトウェアを参考にしたのはウィキペディア のリストオブスペクトロメトリーソフトウェアというので、ソフト質量分析のソフトウェアがずらーっとこう羅列したページだとか、あとはカズサ DNA 研究所の方でですね、コミックスっていうポータルサイトがあって、そこでまた解析ソフトウェアっていうのでいくつか集まっまとめてあったんで、そこと、またあと論文ですね、論文でオープンソースライブラリーズ&フリーフレームワークスフォーマススペクトメトリーベースドットテオミックスなんちゃらっていう、こういう論文があって、そこにもちょっといろいろ書いてあったんで、こういったものからお参考にして、ソフトウェアちょっと見てみました。で、まずどんなソフトウェアがあるかっていうことなんですけど、でこれ論文の引用数のランキングになります。一番高いのがマックスポートっていう定量用のソフトウェアですね。これが1900個の論文が引用されてました。あとはマスポットシーケストとかのがあって、で、12番目に来てるのがマス、先ほどお話出てきたマスバンクですね。で、で日本発祥のものはオイストで開発されてる NZ マインっていうのが9番目に来てるんですけど、これ外国人の方のチームで作られてるんで、日本人が作ったもので、一番いかがいいのはこのマスバンクだと思います。で、一番上のマックスポートは定量用のソフトなんですけど、あとはわりかしデータベースサーチですね、スコックとかシーケストとか、アンドロメダも
マックスコートの一部なんですけど、まあ、これもデータベースサーチなんですけど、データベースサーチの軒並み上の方に来ています。でこれらのソフトウェアをですね、今度開発拠点の国別ですね、国別に分けてみるときに、この引用数というのはそのソフトウェアの引用数の合計を出した合計ですね。で、まあ、見てみたときに規模もうアメリカ圧倒的ですね、タスコンで6075で、次にドイツですね、ドイツが2885で、カナダ、イギリスと来て、で日本が3個番目に来ています。でそれで個数的に見るとやっぱりアメリカ一番、ドイツが2個、でカナダがそのまま一緒なんですけど、で、4番目にチェコが来てますね。で日本はその5番3つだったんですけど、まあ、3つのやつがもうかなり次にたくさんの数が出てきています。で次にライセンス別ですね。ライセンス別、まあ、ソフトウェアってオープンソースとかフリーエアとして、商業もお金を払ってからソフトウェアを使うって感じですね。でフリーエアはタダで使えると。でオープンソースもタダで使えるんですけど、まあ、例えば食べ物に例えると、フリーエアは食べ物はタダであげますよと。でオープンソースは食べ物をタダであげて、なおかつレシピも教えますよと、まあ、そんな感じで、だから中の設計みたいなソースコードって呼ばれるものでプログラム書かれてるんですけど、まあ、そのソースコードが公開されたらオープンソースですね。でそのプログラムは公開してないけども、とりあえずタダであげるよっていうのが、まあ、フリーエアというような立場です。で、まあ、これ数は大体一緒ですね。数右下の方を見ていただくと、オープンソース、フリーエア、商用と、まあ、大体数は一緒で、オープンソースがまあちょっと多いかなという感じです。で商用も多いんですけど、大体マスコットシーケストで大体まあ、そんな数は多くないんですけど、まあ、ただマスコットとかシーケストみたいなソフトウェアが数を稼いで、まあ、大体同じような感じになっています。でオープンソースもそれぞれそのソースコードのライセンスっていうものがあってですね、まあ、そのライセンスを見たとき、これが左側なんですけど、まあ、APL、GPL、Artistic、DSL、LGPL と、まあ、ちょっと何のことか分からないかもしれないですけど、まあ、こんな感じのライセンスが多いよと。まあ、Apache、APL ですね、APL、Apache ライセンスと呼ばれているものが一番、Apache Public License ですね、Apache Public License で呼ばれているライセンスが多いんですけど、ただ個数でいうと GPL ですね、GPL ってなんかそのソフトウェアを使ったソフトウェアは GPL で公開しなさいみたいな制限がかなりきつくて、なんかちょっとかなり企業からは敬遠されるライセンスなんですけど、個数としてはそれが一番多いですね。ただ使われているものとして引用数を見るとアパッチが多いというような感じになっています。で次、今度開発言語別ね、開発言語別ですね、開発言語別で見るとまあ、そのソフトウェアってプログラミング言語っていうものを使って書くんですけど、そのプログラミング言語がいくつかあるわけですね。でそれでまあ見たときに、まあ、引用数で見たら圧倒的多いのは C++ と Java ですね。 C++ という言語と Java という言語が多いと、まあ、あとは C#、Python、R、Ruby と来ていると。で個数を見ると、まあ個数で見てもやっぱり C++ と Java が多いという感じですね。で C# がその引用数では3番目に来てるんですよ。これ Skyline っていうソフトが一人で稼いでるような感じですね。稼いでるような感じで、個数で見るとまあ2個ぐらいしかないですといったような状況になっています。ですからまあそうですね、まあ、国で見るとやっぱりちょっとアメリカ、ドイツ、アメリカが一番優勢、そうですね、主導権握ってて次にドイツが来ているといった感じで、で、まあ、開発言語を見ると、まあ、C++ Java が多いよという感じですね。はい。で、今度はそうですね、質量分析のソフトウェアじゃなくて、で、まあ、ちょっと、そうですね、なんか、アメリカが一番、影響力持ってて、2番目がドイツっていう感じだったんですけど、それちょっといろいろ、まあ、理由はあると思うんですけど、まあ、例えばそのソフトウェア開発の理由だとか、あとはまあ、科学者さんは、研究者さん側たちの、そうですね、とか、まあ、いろいろ、要因はあると思うんですけど、まあ、ソフトウェア側から見たときですね、まあ、その研究者の方たちについては多分皆さんの方が詳しいと思うので、ソフトウェアの方たちの開発の傾向から見て、まあ、アメリカとドイツが日本とどっちなのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。でまずウォーターフォールとアジャイルっていうスライドが出てきたんですけど、そうですね、
ソフトウェアって要求分析、設計開発、テストっていう順番で大体作っていくんですね。で、要求分析は何を作るかですね。何を作るか、設計がどうやって作るか、開発が、で、実際に作って、で、テストでその作ったものを試す。で、本来の従来からあるのは、左側のウォーターフォール型の開発と呼ばれるもので、その、何を作るか、どうやって作るか、で、実際に作ったものを、実際に動くか試すっていうのを、こう、一通り順番にやってから開発終了という形のものが多かったです。これは昔の工場で何か製造するときのモデルをそのまま利用してたんですけど、最近ちょっと最近っていうか、まあ10年ぐらい前にちょっと流行ってきたのが、それを何回もくる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 回していって、とりあえず何か作ってみて、で、ユーザーさんに見てもらって、フィードバックもらって、またちょっと作ってみて、で、またさらにユーザーさんにフィードバックもらって、またちょっと作っていくと。まあそういった感じのが右側ですね。そういうのがちょっと10年ぐらい前から。なんか流行り始めています。で、そうですね。で、2001年にアジャイルソフトウェア開発宣言っていうのがこう出ていて、で、ちょっと上と下はそんなに重要じゃないんですけど、真ん中あたり見ると、プロセスやツールよりも個人と対話を、包括的なドキュメントよりも動くソフトウェア、契約交渉よりも顧客との協調、計画に従うことよりも変化への対応。いった感じで、右側を優先させていきましょうというような、これ裏返せばそれまでは左側が優先させな左側が優先されていたということの裏返しでもあると思うんですけど、で、要するにソフトウェアはこれまでそれまでは工場の製品と同じように手順をしっかり守って、それで品質の確かなものを作っていきましょうねといったような方針から、そうではなくて、お客さんが満足するような、そのユーザー側が満足するようなソフトウェアを作っていきましょうねという、そういうのが2001年になんかこういうふうに出されたんですね。で、それがこの10年後ぐらいに流行ってきたわけなんですけど、こういったアジャイルソフトウェア開発宣言というものがあります。で、アジャイルソフトウェア開発っていうのはいろいろ手法があって、その中で今一番そうですね、手法が一番あって、その中でスクラムっていう手法が今一番使われてるんですけど、そのスクラムマスターっていう資格があるわけですね。スクラムマスターって資格があって、で、これ2012年のでちょっと古いと思うんですけど、ただこれまでのソフト、質量分析のソフトウェアってもっと前からなんかいろいろ作られてるんで、健康を握るものやなんかなと、ちょっと新しいのが見つからなかったんですね、どうやっても。2012年のしか見つからなかったんですけど、で、そのスクラムマスターですね、お客さん、ユーザーが満足するような作り方をしていきましょうという手法なんですけど、それの資格の取得者ですね、アメリカが圧倒的に多いです。で、日本は少ないんですね。日本はどうもあれですね、なんかどうも従来の手順を守っていくような方向がどうも好きなようでというような感じになっています。だからアジャイル化、これも一つの指標でしかないと思うんですけどね、例えば英語教育の、そうですね、活発度を見るときに、トイックの受けてる人数を見てるようなもんで、それで全ては語れないとは思うんですけど、一つの指標にはなると思うんですね。で、見たときにアメリカが圧倒的に日本が少ないと、こんな感じになっています。で、あとはエンジニアの働き方ですね、ユーザーがいる組織で働いている場合と、ベンダーの組織で働いている場合ですね。で、ユーザーがいる場合は、そのままユーザーからエンジニアに、こういうものを作ってねって依頼して作ると。これが左側ですね。で、右側のベンダー組織にいるエンジニアは、ユーザーがその IT 企業ですね、IT 企業の人の窓口にこういうものを作ってねって頼んだ、そこからエンジニアに行って、で、エンジニアが作っていくという。こういうタイプですね。エンジニアの働き方は、ユーザーから直接依頼を受けて働くことは、IT 企業で働くのと、2種類、大体2種類あって、で、この割合ですね、この割合なんですけど、この割合、日本は圧倒的に一番下ですね、一番下のここなんですけど、日本は圧倒的にユーザー企業、ベンダー企業で働く人が多いです。大体 IT エンジニアって言ったら IT 企業で働いてるという感じですね。で、逆にアメリカですね。アメリカ。で、あとドイツですね。アメリカ、ドイツは、ユーザーから直接、あれですね、ユーザーから直接、ユーザーのところにいる、ユーザー企業から働く人の方が多いんですね。アメリカ、ドイツが、
で、このアメリカ、ドイツっていう順番、さっきも出てきたと思うんですけど、質量分析ソフトウェアのイニオスですね。まあ、イニオスなんですけど、まあ、あれもアメリカ1番でドイツ2番でしたよね。で、これを見ても、アメリカが1番でドイツが2番で、っていうのがそのまま、ユーザーで働いて、ユーザー企業で働いている人の割合になってたりします。まあ、ちょっと関係があるのかもしれないですね。ですから、まあ、アメリカ、ドイツというのは、まあ、日本に比べて、まあ、ユーザーさん、実際に、まあ、質量分析でいうと、実際に実験して解析している研究者の方が、実際にエンジニアに、そうですね、まあ、こういうものを作ってほしいって頼みやすい立場にいるのかなと、まあ、そういった違いがあるのかなと思います。で、まあ、ソフトウェアの開発も、結構こんな感じで、まあ、その他ですね、その他で、まあ、あとは先ほど石田先生からご紹介もありました通り、マスプラスパースってソフトを私作ってますね。で、まあ、さっきの論文の引用図ですね、論文の引用図を見たときに、そうですね、マスプラスパース、さりげなくど真ん中に置いてあったんですけど、ただ、論文の引用図が9で少ないんで、ど真ん中に置いても存在感がないという感じだったんですけど。でこれがそうですね、まあ、今、前はそうですね、まあ、エーザイで開発して、で、エーザイで開発が始まって、で、島津が引き継いで、で、今、島津も手放してオープンソースという形で公開されています。ただですね、このマスプラスプラスに1本です、ね、やっていくっていう人がいないんで、ちょっと開発も外見上止まっているような状態ですね。裏側でもほとんど止まっているんですけど、まあ、ちょっと話はいろいろ進んで、いるような感じです。で、まあ、今実は次のバージョンを作ってたりしてますね。次のバージョンのマスプラスプラス。これまでマスプラスプラスってなんか、まあ、良くも悪くも何でもできるソフトウェアだったんですけど、これからはちょっとマンパワーも足りないんで、まあ、そうあれこれ手出すんじゃなくて、何でもできるじゃなくて、何かができるソフトウェアにしておくと、まあ、そういう方針でまあやっていきます。まあ、そうですね。まあ、今年度とか来年度ぐらいにはまあ最新バージョンを出したいなと思っています。で、あともう一つ私が携わっているので、JPOST ですね。これ、なんか国際標準、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムっていう、まあのに加盟しているアジア・オセアニアで唯一 のプロテオム統合データベースです。で、これ、ポスターで新潟大学の福田先生が P02番で発表されていて、で私の名前の片隅の方に。ポツンと書かれています。で、あとブースですね。ブースマンが MBDC、DBCSL、CNS、コードブースですね。ここのベルスで、すぐ、まあ、左側にちょっと思うんですけど、まあ、そこのブースでも紹介されていますので、まあ、興味があったら、ぜひ見ていただければと思います。で、私の発表以上です。ご清聴ありがとうございました。